って。またすぐ作ります。でもこんなに簡単に取れたんですね。自分で取ろうとしても全然取れなかったのに。それはね、ナノは自分で取れないけど他の人は取れちゃうんだけど。なるほど。でもね、入れるのはナノでも入れれるけど。なんて機能なんだ。あ、ところで博士、そのちっちゃいやつってどんな機能なんですか？あ、これ取ったら親指飛ばなくなっちゃうんだった。あったなあ、そんな機能。あ、アイオイさんたちかな。ゆっこ、わーい、ゆっこだあ、そうだ、ネジしまっとかなきゃ。これで私も普通の人みたいに見えるんだ。今までよりみんなと仲良くできるかな。みんなとどこか遊びに行ったり、もっと普通で楽しい日常が待ってるかも。ねえねえ、そんなことより今日、ナノちゃんち行っていい？なぜなら可愛いからです。ナノちゃんはナノちゃんだし、それでいいんじゃない？今日はそれを言いに来たのだった。忘れてたよ。娘、静かに。大事なところなんだから。わかったわかった。せーの、なのちゃん。じゃーん、誕生日おめでとう。ケーキ買ってきたよ。アイオイさん、誕生日って、え、どうして？ふっふっふ、サプライズですよ、サプライズ。ケーキ、ケーキ食べる、ケーキ。待って、博士、ブイブイ来すぎ。あ、ちょっと、博士。ほらほら、博士。ドーン！なんてこった！ケーキくん、どうしよう、へと。こっちにもう一つ。けど、どうしてみんな知ってたんだろう、私の誕生日。なんだー、ちっちゃいやつ作ってきた。博士確かにこのネジがあって不便だったし、ものすごーく取りたかったんですけど。その、私、このままがいいです。え？このちっちゃいのはね、ナノが嬉しくなっちゃった時にネジがそこそこ回るちっちゃいやつなのです。何ですかそれは。ひひひ。あ、そうだ、博士、このケーキ持って行ってもらっていいですか？わあ、またケーキだ。私、お茶持って行きますので。わかった。ケーキ。博士？ケーキ。もう何やってんの、二人とも。アイオイさん、大丈夫ですか？ナノちゃん、小物。はい。ここにろうそく。ずるい、博士もやる。アイちゃん、それよりなんというか、